おい、あんた、バカじゃないのか？なんだよ、うっせえな。うっせえのはあんただっつの。スズ、奇襲だってのに、なんで鈴鳴らしてるんだよ。こんまっけえやつだな。ふざけるな。まったく、なんで俺がこんなバカだ。って、はい、やめんか二人とも。合皮の雪辱を果たすのだぞ。くだらんことでいがみ合ってる場合か。おっさん。誰がおっさんだ、バカ者。いや、龍門さん、声でかいですって。そうそう、敵襲だ。ほら、バレた。はい、ここまで近づけば十分よ。二人とも行くぞ。よっしゃ、暴れるぜ。あ、もうなんでこうなるんだよ。目指すは敵陣中央の跳ね橋。これを下ろし、孫悟の軍の進路を開く。まずは完全の砦を突破せればな。観念両党、行くぞ。分かったぜ、おっさん。行くぜ。鈴の観念、暴れるぜ。あ、始まったのではしょうがない。どうしますか。くそ、主観。しかし、相手は拙者が守る。ダチをほっとくなんざできねえんだ。ダチ？なおですが、ダチ軍で太い奴らはみんなダチだ。大変すぎるんだよ。な、それも悪くなく。見事な武力。拙者、怪我をしてまい。よっしゃ、敵将行くぜ。仕留めたぜ。なんだ、こんな夜更けに敵だと。行くぜ。俺が合皮の雪辱、ここで待たさせてもらう。覚悟せよ、守れろ。我慢できないからな。オラ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 、俺が返させてもらうぜ。この俺が相手だ。攻略に専念ください。我慢できねえ。いや、それとは卑劣だ。
敵将仕留めたぜ。行くぜ。敵が三越の部族に救援を要請したようです。しかし我慢できない。まだ伝令は近くにいるはず。Yeah!
するぜ。再び舞い、敵本陣を叩き、この戦を終える。よし、君はもう散り散りだ。敵本陣へ向かう。曹操の首を狙うぞ。行くぜ。観念、あんたも頑張ってるじゃないか。弱者なりの知恵か。その努力には敬意を払ってやる。我が国に行くぜ。だがそれもここまで。おお、大将組、おめえの剣を試してやるぜ。これで奴らもしばらくは守勢となるであろう。
合皮の雪辱は果たし、劉備との連携の上でも面目は保てた。ま、上々ってとこですかね。うん、お前たちよくやってくれた。へえ、まだ暴れ足りねえぜ。おっさん、このままもう一度合皮まで攻め込もうぜ。やれやれ、まったく、なんで勢いだけで物が言えるのかね。ここはこれで十分ってわけ。それに勝利の杯を交わすくらいの余裕は持つべきだっつうの。へえ、ま、悪かねえな。よし、俺が殿に頼んでいい酒をいただいてこよう。その代わり俺も混ぜてもらうぞ。へへ、よっしゃ、じゃ帰るとすっか。